どうもお疲れ様です。 FX オリギャラフィーの皆様、そして速稼塾限定動画をご覧の皆様、本日は8月2日朝6時でございます。上昇圧力が継続中ですね。今日足を見ていただいても、昨日はこの2本しか出ていなかったんですよ。で、今日は3本目がプラスアルファされました。これですね、まさに三平ってやつです。特に1本目はすごく大きな陽線になってますよね。下髭もしっかり出て、その直前に陰線が3本4本出た後での陽線なんで、この下落の勢いをね、跳ねのけるかのように反発するように上の方に伸びていくことがわかります。そしてこのネックラインもついに超えてしまいました。それまではね、どちらかというと収束してるんじゃないかなと思ってます。このボラティリティが跳ね戻しやに、その跳ね戻しがさらに戻ってさらにちっちゃくなるのかなと思ってましたけども、ここで抜けましたね。だからブレイクが早々に起きたってことになります。で、145円あたりまでこの流れっていうのは続くというふうに思われますんで、現在ね、上程過程を言うんだったら、ここに下の線141円の765に過程が引かれていて、現在価格がそこよりも1円半ぐらい上の143円276でしょ。それからもうあとね、1円半ぐらい上昇する余地が残されていますけども、このあたりに来るとおそらく特殊レンジっていうね言葉を私は使いましたけども、下落圧力がかかってくる、そのための口先介入があるんではないかなっていう風なストーリーです。でもまだ上昇圧力は継続中なんで、ロスカットを食らうまで倍で攻めていきましょう。はい、じゃあ4時間見ていきましょう。4時間ですけどもね、綺麗に今思えば N 字を書いてそこを抜けていったかなというところがあります。さらにここを抜けて N を書くようにさらに上の方に上がっていったというところが昨日ですね。 N の連続です。で、145円あたり、ここが限界値になってますので、あともうちょっとだけ上昇する余地があるかなってことです。まあそれまでにね、何らかの圧力でレンジってものが決まるかもしれませんけども、今はそれを考えずにロスカットを食らうまでどんどん倍で攻めていきましょう。はい、じゃあこれが1時間です。ご覧のように、ネックライン、昨日のネックラインここだったんですけどもね、抜けた後、この強い陽線で抜けた後、迷いなく N 字を書き続けてくれました。で、ここでちょっと停滞したんですけども、ここがいわゆるね、仕込み時になったかもしれません。そこを抜けて、さらに昨日はね、もう下がることを知らずにどんどん伸びていったって形になります。で、今陰線がちょっと並んでますけども、これも押し目だと判断して、ちょっと懐かしい移動平均線に絡んだら反発するみたいなこともね、補助的に思い出していただければと思います。で、 N 字の形ってのはここからも始まってましたからね。こういうふうにね、陽線が束になってある中に陰線がちょっと入ってるでしょ。これ分解すると N 字になってますから。で、それまではずっと下落だったのに、いろんな材料がこの辺であって、で、転換の印としてこの大きな下髭が出ているってとこです。転換の印っていうのはね、陰線と陽線が横並びでほとんど似たようなやつが似たような形であると、それまでの方向とは逆に向かっていくって特徴の話も結構しましたけども、この一本の下髭ってのもね、もしくは上髭ってのも、それまでの流れを逆回転させる作用がありますんで、まあこれだけではないですけどね、補助的に見てくださいね。これもいろんな補助的な要因が噛み合わさって、どういうふうな動きをしていくかってことを決めていくのがテクニカルですからね。はい、じゃあ本日は以上のような形になります。あと材料見ていきましょう。材料をね、材料を見るときに指標カレンダーを確認します。はい、今日はね、実はね、8時50分、あと2時間3時間ほどしたら、この日銀の政策決定会合があるんですよ。星3つです。これは結構動きますよ。もしかしたら上昇していく動きを止めるかもしれません。要警戒です。だから今ポジションを持っている方は外しといてくださいね。8時50分、それが過ぎてから午前中にまたポジションを決定しましょう。遅くても正午までには方向性を決めたいと思います。それから21時15分は今度はアメリカです。 ADP の雇用統計が出ますんで、ポジションを持っていても19時から20時までには外してください。まあ理想的にはね、17時か18時ぐらいに店じまいっていうのがいいと思いますけどもね。それからちょっと明日も見ていきましょうか。明日は影響は少ないと思いますけども、朝8時50分に、ちょっと材料が2本で入ります。その後アメリカの材料がやっぱ夜かな、20時半から始まって21時に集中して、しまいには23時に ISM があるかなって、これが一番でかいですね。注目するべき、材料です。まあ詳しくは明日お話しします。じゃあ本日は以上です。お疲れ様です。